萌え萌えキュン。おはようございます。ゼロイチラジオでいただいた冠ラジオのために大阪にやってきました。今日はその前にちょっと大阪を観光できたらいいなって思ってます。行きたい場所があるんですけど、一緒に来てもらってもいいですか？とりあえずタクシー乗りましたけど、どこに？私の大好きなとある場所に向かっています。ヒントはこれ、これです。多分行かれたことないと思います。行く人は行くけど、行かない人は一生行かない、謎謎みたいになっちゃった。どこなんですか？いやもうここは私が本当に大学生の時にいっぱい来てた街なんですけど、今回行きたかったのがここです。アットホームカフェ大阪店。アットホームカフェはメイドカフェです。メイドカフェ？はい。可愛い女の子が大好きなんですけど、なんかその中でもアットホームカフェさんはもうザ王道って感じのメイドカフェで、東京の秋葉原が本店で、初めて行った時から考えたら私は倍ぐらいの大きさになりました。じゃあ早速行きます。はい、行きましょう。全員可愛い字書くんです。こちらのメニューをね、説明させていただきます。プリプリシャカシャカミックスジューチとメイドのオリジナルカクテルは、ボイボイな掛け声を目の前で言い合いをしながらシェイカーをプリプリシャカシャカさせていただきます。あついなあいちゅの飲み物とあちゅあちゅの飲み物です。あちゅあちゅドリンクなので、そうあちゅあちゅ正式名称で頼んでくださいね。はい。お次がお食事メニューです。一番人気がピオ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 サンライズです。結構こういうドリンクコースとかフードコースとかセットがあるので、お腹が空いてるときはルイはフードコースでオムライス食べたりしてます。アクランタイムは1時間制になっておりますので、時間が来ましたらお席にお家賃をお預けに行きます。テーブルでのお支払いでお願いいたします。かわいいかわいい。嬉しい。今からモエモエウォーターを汲んでくるので、はい、決めながら待っててくださいね。はい、それでは失礼いたします。かわいい。レシピに手がここに来ちゃう。キュンしすぎて。ピリピリシャカシャカミックスジューチュー、ミックスジューチューピヨピヨピヨひよこサンライス。はい、かしこまりました。失礼いたします。お待たせいたしました。おかせいただきます。私たちがプリプリと言いましたら、お嬢様もプリプリ、シャカシャカと言いましたら、シャカシャカと、その後の追いかけっこをお願いしたいです。では行
きます。せーの、クリ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 、シャカ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 、モエモエモエ、キュンキュンキュン、ドキ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 、ワク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 、キラ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 、ピカ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 、おいしくなーれおいしくなーれ、モエモエモエ、できました。ありがとうございます。今までもとっても美味しいんですけど、もっともっと美味しくしたいと思います。いきますよ、せーの、萌え萌えキューン。バッチリです。できました。ありがとうございます。恥ずかしかったりとかないんですか？でも家でやらないじゃないですか、一人でフリフリとか、あのちょっと非日常を体験できるのがいいところなので、やっぱりあれはやるべきです。おいしい、いろんなフルーツの味がします。萌えの味がします。萌えの味ってなんすか？萌えの味です。メイド服の着こなしも一人一人実はよく見ると違くて、カチューシャがウサ耳の子とか、こういうところも多分女の子が惹かれるポイント、可愛いってなります。ふいちゃんはメイドカフェで働きたいなって思わなかったんですか？いや、思いましたよ。もう初めて小学校で小学生の時来て、わー絶対いつも働きたいって思いました。お嬢様、小鳥の国から風に乗ってやってきました、高梨るいです。よろしくお願いします。こういうやつすごいですね。萌え萌えお待たせいたしました。お嬢様、ピピオ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 コさんのアイスでございます。よし、じゃじゃーん、フロートモノアイです。上手。じゃあこちらにお絵かきをさせていただきます。ババババンビンっていう、あー、はいはい、なるほど、バンビンか、鹿さんですね。メイドになって今月で10年経つんですけど、鹿描くの初めてですないです。ないです。こんな感じで鹿さんになれたかな。大丈夫かな。もっともっと美味しくなるように愛情を込めたいと思います。ブルーカフェやって大阪中の萌えをかき集めてください。せーの、もっともっと、せーの、萌え。バッチリです。ありがとうございます。それでは失礼いたします。すごいですね、この鹿っていうちょっと変えてもらえるかなって思ったんですけど、ちゃんと鹿。美味しい。だって卵がこんなにトロトロなんですよ。パカってやってくれるの。ピンのオムライスの100倍美味しいです。大阪に散らばった萌えを全部、ちむちゃんが散らばった萌えをかき集めてくれたので、こうやって。バンビーワンマン終わったばっかじゃないですか、はい、どうでしたかワンマンは？ワンマンは本当に幸せでした。中野サンプラザでワンマンライブさせていただいたんですけど、チケットを販売して、中野で販売するアイドルになれるなんて思ってなかったので、本当に楽しかったですね。夢みたいな時間、毎日メンバーと一緒だったので楽しかったです。本当に家族って感じです。もう手に取るように分かります、メンバーのことが。それでも毎日行っても飽きないぐらい、みんななんか面白いです。次も東京ドームシティでのライブが来年決まっているので頑張ります。じゃあお送りします。バイバイ。バッチリです。
ちゃダメなんで、これもすごく近く見えるけど絶妙に隙間空いてるんですよ。こちらメイドが一人で写ってる写真に目の前で2分間で追いかけをさせていただきます。はい、こうやってね、日々の元気をもらえますよね。ルイニャンお嬢様、ラジオ頑張ってください。応援してます。ジム、かわいい。このキット今日何日か分かんなくなった感じもいいし愛しいですね。絶対間違えてますよ。絶対ちょっとあーってなったでしょうね。あ、寂しいです。お出発です。寂しい、寂しい。どうでしたか、メイドカフェ。楽しかったですね。可愛い空間でいっぱい萌えをチャージして今日のラジオも頑張れそうです。ババババンビの高梨類はラジオでも褒められたい。わー、すごい、エコーがかかった